昨日行われたマリノス戦で25年ぶりのリーグ5連敗を記録したガンバ大阪。10人と1人少ないマリノスを相手に0対2と1点も取れず終わった試合でしたが、今回はその内容には触れません。この試合では吹田スタジアム、ガンバのホームで行われたものの、ガンバ応援団の連合がこの数年の低迷と今季の成績に抗議するという意味合いで応援ボイコットが行われました。ホームであるにもかかわらず、ガンバではなくアウェーのマリノスサポーターの声しかテレビでは聞こえないという異様な光景がそこにはありました。まず個人的な感想で言えば、忘れてほしくないのが、誰もこの成績は望んではいないということ。ガンバ所属の選手、監督、スタッフ全員誰一人なりたくてこの成績になっているわけではありません。応援しているサポーターもいろいろあるとは思いますが、ガンバの選手だって給料をもらっているし、もし降格しようものなら死活問題、給料の査定に響くし解雇になりかねないし、監督も同様であります。普段試合で戦っている選手たちの顔を見ればそれはわかるはずです。誰一人手を抜いているはずがありません。それではなぜ勝てないのかというと、戦う相手も強いからです。そして相手も研究してくるし、自分たちの得意なプレーをさせないようにしてくる。そんな細かな差が勝敗を分けるのがプロの世界だと思っています。そしていろんな悪い要素が絡み、現在は最下位なわけですが、誰一人この成績をいいと思ってるはずがありません。今回ボイコットしたサポーターには批判覚悟で言いますが、なんとも自分勝手な話だと思っています。成績が悪くて嫌ならスタジアムに来なくていいと思っています。試合で結果を残そうと必死で走っているのにもかかわらず、ボイコットされた選手、監督が本当にかわいそうだなと思いますし、そんなことをする資格は誰にもありません。試合後宇佐美選手は泣いていましたが、誰一人この現状が嬉しいはずがありません。日本一素晴らしいスタジアムであり、このようなパナソニックスタジアム吹田を見たくありません。今後このようなことは二度と起こさないでほしいと願っています。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。